白い砂浜、穏やかでどこまでも青い海。こんな場所で大切な相手と二人きりで過ごせたら、忘れられない休日になるだろうな。おや、俺の独り言を聞かれちゃったみたいだね。ようこそ俺たちの秘密のパラダイスへ。今日はオープン前から話題沸騰中のこのビーチリゾートに、事務所の仲間たちとバカンスを楽しみに来てるんだ。たくさんの人にこの素敵な場所を知ってもらいたいと思ってる。レディーたちにとっておきのスポットを教えてあげるよ。さて、ランちゃんが一足先に屋内プールに向かったって聞いたから、俺も追いかけよう。広いから入れ違いにならないといいけど。気持ちいいね。屋内でも開放的な空間のおかげかな。肌を撫でる水も優しくて、まるで人魚にでもなった気分だ。そうか、そりゃよかったな。適当に見ててやるから、足が尾びれになるまで泳いでこい。釣れないな。そんなこと言わずに一緒に泳ごうよ。花で満ちたこのプールじゃ泳ぎづらいって言うなら、向こうの50メートルプールで一勝負、どうだい？パスだ。つうか何のための勝負？レン、てめえが持ってるその紙切れは、入り口のとこにある高級レストランのバイキングチケットか？その気になってくれた？せっかくのリゾートなんだから、自由時間も目いっぱい楽しまなきゃ。ほら、ランちゃん、早く。最高のコンディションだ。運がいいね。いや、君という女神がついていてくれたからかな。見ててくれた？俺の自慢のカットバック。なかなか決まってたと思うんだけど、君の感想が聞きたいんだ。乗りこなすか、それとも流れに身を委ねるか、目と直感で判断して、自分の意思で乗る波はスリリングだし気持ちがいいよ。さて、今までのはまだ肩慣らし。次はもっと大きな技を披露してみせるよ。見事成功したら熱いハグで迎えてほしいな。いい波が来たみたい。俺から一瞬も目を離さないで。さあ、行こうか。